シュンがジェミニのセイントを倒したことによりアナザーディメンションで飛ばされた異次元から解き放たれた氷河。氷河が落ちたのは第7の球、ライブラのゴールドセイントである老子が守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。アクエリアスのカミュ、なぜあなたが天秤球に。あなたは宝米球を守っているはずでは。お前をここで止めるためだ氷河、これ以上先に進むな。これは私の命令だ。それは残念ながら従うわけにはいきません。ならば力を持ってしてでも止めねばならないか。できません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなと。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマの船が沈んでいく。マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ、マーマー。黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流しているお前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても許せない。俺の答えはただ一つ、戦うことだけだ。その程度のコスモではこの先確実に敗れるぞ。はいっと。たとえ誰であろうアリツヤからマーマを奪う権利はない。やっと決心が。アリツヤ、コーディン、ダイヤモンドガット。それだけ。オーロラサンダー、フリージングコスモ。カミン、マーマを失った氷河の痛みを受けよ。くだらぬ感情など捨ててしまえ。残念だ。マーマのことを忘れてしまえというのですか。そんなことはできない。マーマのことを忘れるな。お前の心の中、母への思いが私への憎悪であるし、そのような感情は真の戦意とは持つべき究極の一つ。遠くかけ離れたものだ。神、もうこれ以上あなたの手を震えなどできない。氷河、この稚拙な考えを捨てるのだ。お前の目の前にいるのは敵だ。それが分からぬか。この神湯に闘気を届かせることなど不可能。俺は行かなければならない。オーロラサンダーアタック。盛り付け。いいな。まあまあ勝負あったな。この程度ではこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやろう。喰らえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな。セイヤ、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか。氷河の命が燃え尽きた。許せ氷河よ。だが他のゴールドセイントに殺されるよりは、せめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は
永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤球で永遠にさらばだ。氷河よ、